金沢市議会の3月定例会には、一般会計の総額で1819億5000万円となる新年度の当初予算案などが提出されました。提案理由の説明に立った村山隆市長は、来年2月から教養が始まる新しい市民サッカー場の名称を金沢スタジアムとするとともに、民間企業に施設の命名権を与えるネーミングライツ制度を導入することを明らかにしました。 クラウドファンディングにつきましても、当初の目標としていた1000万円から大きく上回る5600万円のご寄付をいただきました。これを活用して、さらに感染環境を高め、魅力のあるスタジアムにしていきたいと。このほか、金沢過激座の建て替えについては、現在立地する金沢市下本田町での建て替えを推した検討会での結論を受けて、 今後、施設の規模などの検討に入る方針を示しましたまた、日銀金沢支店の跡地利用については県や有識者などによる懇話会を設置して活用策の検討を進めていくとしています金沢市議会3月定例会は9日から質問戦に入ります